見てわかんないの？お夕飯作ってるんだよ。どうしたの、マナミ？大丈夫よ。いつも通り私が作ってあげるから。いいよ。今日はマナミが作るから。お姉ちゃんは何もしないで。でも、マナミはお料理できないんでしょ？お姉ちゃんにできるんだから、マナミにだってできるもん。何言ってるの？この前も、お弁当。それに、包丁をそんな風に持つのは危ないわよ。うるさいなぁ。ふんだ。ほら、マナミにだって上手に切れるもん。これをお鍋に入れてっと。ああ、ダメよ。それは皮を剥いてから。もう、お姉ちゃんうるさい。今夜はマナミがやるんだから、お姉ちゃんはどっかに行っててよ。そんなこと言うと、もう手を貸さないわよ。なんだ、さっきから手伝わないでって言ってるでしょ。早くキッチンから出て行って。本当に知らないからね。いいですよーだ。あ、お兄ちゃん。えへへ、もう少しでご飯できるからリビングで待ってて。味が薄いかな。お塩をさあさあさっと。待って、今最終段階だから。うん、もうちょっとだよ。もうちょっと。しようとしても、マナミがそう思っている限りはダメなんです。私全然そんな風に思っていないのに。
私嫌いじゃありませんからね。お兄ちゃん入るね。えへへ、さっきはごめん。一緒にいるの？お兄ちゃんはマナミのものなんだから、お姉ちゃんは近くに寄らないでよ。マナミ、この人はものじゃないわ。謝りなさい。なんだ、自分だけいこぶっちゃって。いっつもお姉ちゃんはそうなんだから。お父さんがクマのぬいぐるみをもらってきた時もそうだった。一つしかないからマナミにあげてって言ったくせに、次の日もっと大きなぬいぐるみ買ってもらってたじゃない。そんな昔のこと。それに違うわ、その時はたまたま誕生日だったから。違わないもん。お姉ちゃんそれを知ってて自分はいらないって言って、後からマナミよりいいものをもらうんだから、きっとお兄ちゃんのことだってそうなんだ。もういい。それより早くお兄ちゃんの部屋から出て行って。ねえ早く出てってよ。分かったわ。食べ終わったら食器を戻しておいてくださいね。ふう、お姉ちゃんがいなくなってせいせいしたね。おやすみ、お兄ちゃん。私は別に何とも思っていないわ。嘘、そうやっていつも嘘ついて。本当は好きなくせに。だから違うってさっきから。何が違うの？お兄ちゃんといる時のお姉ちゃんってすっごく楽しそうじゃない。いいから私の話を聞いて。もういい、お姉ちゃんなんか死んじゃえばいいんだ。まなみ。何すんの？なんでまなみをぶつの？死ぬなんて言葉簡単に口にしないで。そんな悲しいこと言わないでよ。お姉ちゃんにマナミの気持ちなんかわかんないもん。マナミ。お兄ちゃん。お兄ちゃんは関係ないんだから口出さないで。大丈夫ですか？あの子はわがままを言っているだけです。しばらく一人にして少し頭を冷やさせた方がいいんですよ。あまり甘やかさないようにお願いしますね。優しいですね。こんなに思ってくれる人を信じられないなんて、マナミったら。ううん、なんでもありません。それじゃあお願いしますね。
み。お母さんよ、部屋の中に入れてちょうだい。お母さんだけ。え、そうよ、だからここ開けて。それじゃおやすみなさいね。お母さん。まなみ、少しお話ししましょうか。いつまでたっても世話の焼ける子なんだから。でもね、お母さんはそんなまなみが大好きよ。セーブファイルをここでよろセーブします。それにカナも聞いてちょうだい。何お母さん。昨夜マナミとちょっと話をしたわ。あの子なりに考えがあるみたいだから、もう少しの間だけ好きにさせてやってちょうだい。それとカナ、嫌な思いをさせてしまってごめんなさいね。ううん、私は構わないわ。それにお母さんのせいじゃないし。私もお休みだから、あの子の面倒は引き受けるわ。セーブファイルを選んでここでセーブします。おはよう。心配してくれてありがとう。セーブファイルを選んでくだ、ここでよろセーブします。ダメです。キッチンを見てください。人参切ったよ。こんなもんかな。そうね、いいんじゃないかしら。それとこのままだと煮崩れしてしまうから、切り口の角を少し切り落とすのよ。同じにするの。それとじゃがいもの場合は、切った後すぐ水にさらしてアク抜きもするのよ。結構手間がかかるんだね。そうね。でもそれはお料理に限ったことだけではないわ。何でもそう、手間がかかったり苦労したり。でもだからこそ他人を喜ばせられるものができるの。お母さんそう思うわ。なんか難しいね。あ、そうそう、もう一つ大事なものがあったわ。愛情よ。今のまなみになら分かるんじゃないかしら。あとは弱火で10分ぐらい煮込めば出来上がりよ。どう？コツはつかめたかしら。うん、まだよくわかんないこともあるけど、なんとなくね。お母さん、また明日も教えてね。え、いいわよ。そうで
ですね。なんだか昔の自分を見ているようでちょっと恥ずかしいです。ええ、本当に。ここでよろしくセーブします。あ、帰ってきたわね。ちょっとこっち来て。いいからテーブルへ座って。これで揃ったわね。マナミ、持ってきていいわよ。うん。クリームシチューです。食べてください。うん。いただきます。あ、これって。そんなことないよ。お姉ちゃんにかなうわけないもん。うんうん、本当よ。私のより美味しいわ。やったわね、まなみ。お姉ちゃん。私たちたった二人の姉妹でしょ。私こそマナミのことぶったりしてごめんね。ありがとうお姉ちゃん。うん、でもお兄ちゃんには嫌われちゃってるよね。あら、それなら大丈夫よね。マナミの思いはちゃんと届いてるみたいね。マナミを許してくれますか。ありがとうお兄ちゃん。マナミもお兄ちゃんのことが大好き。はあ、これで一件落着ってところかしらね。ところでお母さん、このシチューどうしたの？気のせいかもしれないけど、これお父さんが作ってくれたシチューと同じ味がするのよ。あら、アナは覚えていたのね。そうよ、これはね、お父さんのシチューなの。やっぱり。私も何度か作ろうとしたけど、全然この味が出なかったの。マナミ、一体何を入れたの？え、それは、お母さん、どうしよう。いいわよ、教えてあげなさい。それはね、愛情だよ。え？愛情？今のカナには作れないかもしれないわね。ん？誰かにね、恋をしていないと作れないってこと。あー、お母さんひどい。Thank you.
します。お姉ちゃん、何やってるの？制服にアイロンをかけてるのよ。明日は卒業式だから。あ、お姉ちゃん、それまなみがやるよ。そう？それじゃあ、お願いしようかな。うん、まなみに任せて。うわー！まなみ、どうしたの？煙が。お姉ちゃん、これどうやったらスイッチ切れるの？制服が焦げちゃってるじゃない。早くコンセント抜いて。あった。なんで、なんでだろう。お兄ちゃん、また失敗しちゃった。ごめんなさい。まなみ、悪い子だから。お兄ちゃん、まなみをぶってお願い。まなみのこと好きならぶって。優しすぎるよ。早くまなみを追わないと。
もっとお兄ちゃんに知ってほしかったんだ。できないかもしれない。でもお兄ちゃんのためならきっと頑張れるよ。まなみ、お兄ちゃんと会えて本当に良かった。でもいつまでもお兄ちゃんじゃ嫌。それぞれの新しい扉。
恋人なんだから。